はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、ちょっといろいろと何を食べたいか自分でも考えたんですけど、今日はシンプルにいきたいなと思いまして、塩おむすび、こちらをね作っていこうかなと。ただ塩おむすびだけだと絵的にね寂しいので、お味噌汁と目玉焼きを作って、もう豪華なね超デカ盛りのシンプルな朝食を作っていこうと思います。はい、まずはシンプルにお味噌汁、あ、ほこんだ。まずはシンプルにねお味噌汁作りから、とりあえず火にかけましょう。で、今日の料理はねもう包丁使わないって決めた。シンプルにいきます。まずこちらの絹豆腐、お豆腐をもう手でやっちゃいます。これでね、で、ここになめこと、よっ、よっと、はい、で、ここに切れているおネギをザガザガっと、もう一パックザガザガっと、はい、具の準備はこちらで完成でございます。超手抜きだなこれ。まあいいか。よし、じゃあお味噌溶いていこうかな。ちゃちゃっと出汁の素で、よいしょ。お味噌汁はこれで OK かな。そしたらそのまま目玉焼きをね作っていきます。よいしょ。油と卵と、はい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 、1、2、3、4、5、6、7、8個、8個。今回の目玉焼きはね卵8個入れました。で、このまま蒸し焼きにしていきますと。では待ってる間にねおにぎりを作っていきたいと思います。はい、ということで早速ねおにぎり作りに移りたいと思うんですが、ぶっちゃけねおにぎり握ったことないんで、よくわかんない形になったらすいません。はい、ということで、よし、これ手濡らすので合ってるんだよね。で、お塩ひとつかみ両手にギュッてやって、あっつ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 いな、これおにぎりってあっついのね、これ。よっよっよっ、なんでこれ三角なんの？三角なんかならないけど、めっちゃいびつ。もういっか、とりあえず1個。はい、うん、なんかそれっぽくはなった。よし、あと最後にね嫁さんに私のも1個作っといてって言われたから、これで嫁さんの分を、いや、なんかこれでなんかこんな下手くそなの出していいのかな。はい、ってことでこれ一応ねおにぎりです。おにぎり完成しました。先ほど作ったねお味噌汁と目玉焼きと一緒に食べていこうと思います。はい、ってことでただいま完成してこちらの部屋に移ってまいりました。ね、正直ね想像の7倍ぐらい握るの下手だった。まあね、とは言っても味は一緒なんで食べていきましょうかね。いただきます。とりあえず自分で握った握りからね。握りはこんな感じ。いや、めっちゃいびつ。うん、味はうまい。でもやっぱりシンプルってうまいっすね。いい感じ。ちょっとお味噌汁飲もう。よいしょ。今日お味噌汁はこっちで、よいしょ。お味噌汁、あ、熱い。お味噌汁はね、こちらの器でございます。なめこうまい。塩むすびってうまいね。うん、そしたらちょっと海苔つけようか。海苔やっぱね手にペタペタくっつく。いいよ、はい、うん、うん、やっぱ海苔あると変わるね。うん、うまっ。
でも僕なんだかんだおにぎりっていろんな具材あると思うんですけど、この塩むすび一番好きなんですよね。結局これわかります？なんかお米食べたいんだよね、おにぎりって。だからまあ具材ありも好きなんですけど、こういうね塩だけ、これ最高。そしたらちょっと目玉焼きの方も行ってみましょうか。お醤油で、よよよ。ちょっとね握るのに集中しすぎちゃって黄身が硬いかも。あ、ガチガチだ。いや、うん、シンプルいいね。ただ今日握った塩むすび1個のサイズがめちゃめちゃでかいんで、こう一つまみだと塩少なかったかもしれない。すごいほんのりって感じ。おにぎりと目玉焼きと味噌汁、このコンビネーションね、最高にうまいわ。めっちゃうまい。でも母ちゃんとかな、さっさっとおにぎりきれいに作ったんだけどな、なんであんなきれいできんだろう。全然できない。ちょっとお醤油も。うん、あ、うまい。うん、いや、いつもね食べたい商品とか気になった商品をね買って食べてるんですけど、こうやってねシンプルなのもいいね。なんかねもうめちゃめちゃホッとする。今度いろいろ落ち着いたらゆっくり実家に帰ろ。いつになるかわかんないけど、これちょっとお醤油と一味かけてみよう。一味、まっま、この組み合わせうま。これうめえぞ。目玉焼き乗っけちゃおう。絶対うまいじゃんこんなの。卵、醤油、一味と、これ絶対うまい。完璧、最高にうまい。100点だね、100点。うん、うん、うめ。そしたらそろそろこちらもいっちゃいましょうか。それでは皆さん乾杯と。あるなあ。でもやっぱりこの量をねこう出して時間経っちゃうとお米がパサパサしてくる。だいぶ乾いちゃったよ、ごめん。うん、もちろんそれでも美味しいけどね、やっぱ出来たてが一番うまいね。僕がね塩むすび一番好きっていう情報は嘘偽りないんですけど、ただこんだけ食べると具が欲しい。ちょっとお味噌汁おかわりしてきます。よっこしょ。お味噌汁おかわりと。そしたらこちらでおにぎりはラストですね。うん、ごちそうさまでした。
はい、ってことで本日も無事完食いたしました。シンプルな塩むすびにね、目玉焼きにお味噌汁と、もうシンプル極まった朝食メニューとなっておりまして、もう最高でございました。ちょっと嫁さん用に握ったやつもだいぶいびつだったので、感想が心配なのですが、喜んでくれることを祈ろうと思います。はい、ってことで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。